南国市の市街地を走る土佐伝交通の路面電車校長平野と南国市街延望南国市は高知県の市である。高知県の中東部に位置し、県庁所在地の高知市の東に隣接する。四国山地が尽きて、高知平野が開ける場所にあたり、高知県の空、陸の玄関口となっている。高知龍馬空港があり、鉄道は土山線、土佐伝交通、 トサクロシオ鉄道が走る。また道路では、高知自動車道が走り、北部四国方面からの国道三十二号と、室戸岬方面からの国道五十五号、徳島方面からの国道百九十五号が交わる、交通の要衝である。しばしば、南国市とご読され、高知自動車道の南国サービスエリアも読みは、南国である。市名は、上等市、峰南市、高知市、 五面市、南海市、南国市の6つの候補の中から選ばれた。なお、国を国と読むようにしたのは、国イコール、国につながるのを避けることも考慮された上だったという。南国市中心部である五面地区の空中写真。2010年5月5日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北部は、 四国山地の南端に位置し、自治体域の約半分が山林となっている。また南部は高地平野が広がり、太平洋に面して東西約8キロメートルの海岸線を有する。江南市との境にもののベ川が北から南に流れ太平洋に注いでいる。また国部川や野中県山の神殿開発によって作られた船入り川が市の中央部を東から西に流れ、 高知市で裏ドアに注いでいる。高知県全体の人口動態と比較すると、人口減少、高齢化は比較的穏やかである。県内第2位の人口を誇るが、各都道府県内の人口第2位の都市としては全国最小であり、47市区で唯一、市政志向に必要な人口である5万人を下回っている。 高知大学医学部附属病院南国郵便局、高知自動車道、高知龍馬空港などの交通インフラの充実していることや高知市と近いことから企業の進出が活発に行われている。高知大学農学部南国フィールド高知龍馬、空港五面駅南国サービスエリア市の中心となる駅五面駅を向上。ありがとうございます。